はい、おはようございます、永田です。さて今日はペイルライダー陸戦重装備仕様の視点を取ってきたので今回動画化しました。こいつはですね、今作からの新武装としてレバー N 特殊射撃で誘導するミサイルが撃てるようになったんですね。従来の拡散する敵の横移動を狩るミサイルはレバー入れで出せます。ぶっちゃけ前作から見てね、目に見えて変わったなってのが、そのレバー N 特殊射ぐらいで、でかといってね、その新武装めちゃくちゃ当ててきました、こんだけ誘導が強いですよみたいな、そういう視点でもないんですよね。今回なんかね、時たま対面に出てくるペイルにその N 特殊射撃たれて結構誘導されて、自分が当たった時、あれ、あの武装もしかしてちょっと強いのではないだろうかみたいな、そんな感覚に陥って、じゃあいざ自分で使ってみようってなったら、いや、なんか違うんですよね。なんか思ったのと違う、全然当たんねえなみたいな、もしかしたらね、俺の使い方が良くないのかもしれないんですけども、そういう当たらないやつ撃つぐらいだったらね、やっぱその使用用途があまりにも分かりやすいレバーイルのね、拡散するミサイルを使った方がって、なっちゃうので、じゃあなんでね今回ペイルライダー急に取ってきたのかと言いますと、格闘がかっこいいからです。永田の動画をね、特に新キャラとか女性キャラとかそういうのがなければ、あのかっけえモーション見てえな、動画にしてえなみたいな、そういう雑な理由がね、そのキャラ選択の基準になったりするので、今回もね、その例に漏れずといったところです。言うてさ、こいつのハデス格闘さすがにかっこよくないですか。もうやたらめったら長くて、途中でなんか投擲したりだとか、グインと動いてみたりだとか、このゲームにおいてね、出し切りまで時間がかかる格闘って、そんなに歓迎はされないんですが、そこら辺が気になるのであれば、パパッと終わる後ろ馳せをやれってことでしょうね。モーション自体はね、初めて出てきたガンダムバーサスから変わってないんですけど、バーサスの方はね、テンポがちょっと悪いというか、もっさりとしてるんですよね。そこら辺が改善されてテンポアップとかなされて、エクバ2に出てきた時はね、感動した。うおー、なんかすげえかっこいいことやってるんだけど、もっさりで台無しになってた格闘がめっちゃかっこよくなってるみたいな。個人的にハデス N 格闘の最終段付近のグインとね、グインと移動するところがツボでございます。その時になったらまた喋っていきましょうかね。はい、じゃあそろそろ対戦見ていきましょうか。ちょうどスサノオのトランザムに追われて、こちらはハデスで対抗するジャイアントガトリングから、このグインって、この N 格闘の最後のグインってね、最終段を打ちつけるために移動するところがなんかすげえかっこいいんですよ。そしてフルクロにジャイアントガトリングとハイパービームライフル当ててハデス終了。スサノオにダウン取られて、またハデスが溜まるまで防戦一方ですかね。なんとかミサイル入れて空間戦仕様に乾燥してダウンをしっかり取っておく。さあここで相方がダブルバレットでスサノオを落として、こちらハデスを発動させて、相方と足並み揃えて、ここ巻き込んでもらっても大丈夫、構わないといった感じで相方が落ちて、ハデス中プラス覚醒も使ってミサイル当ててから後ろ馳せ、そこからダメ押しの覚醒技、ハデスの延長にもなっていい感じですね。さあ相方守るために格闘で無理やり割り込んでおく横格闘出し切り、これもまたかっこいいんですよね。サーベル突き刺してもう一本投げて、その2つを回収して切り裂くみたいな、いや本当に格闘モーションセンスありありでございます。センスありありってなんだ。さあガトリング一発よろけが効いている、後ろ派生で手早く済ませて、フルクロスがここで起き上がったので、ここ相方とどうしよう、どっちが落ちるかってなっているが、スサノオにダウン取られるが、ここはフルクロスにミサイルから横角、そして後ろ派生出し損なった。ここは正直に言う、後ろ角と出し切ってフルクロとして終了です。それでは3戦目、対するモビルスーツがフルアーマーダブルゼータとシャア専用ザク2ですね。最初はハデス溜まるまでケツに下がってブルパップだとか180ミリを垂れ流していきたい。今のが N 特殊ですね。スーパーアーマーに防がれてしまったが、ここはハデスを使って横角後ろ派生、そして後ろ角等のピョン角で締める。ピョン角で締めるとね、かっこいいんですよね。さあミサイルから格闘を入れようとするが、シャアザクにカットされつつ、一旦ダブルゼータから距離を離して、
おそらくこの後シャーザクが強化してこちらに来ると思うので、まあ、それ対策で上に逃げたかったが先回りされジャイアントガトリングは当たらず、さあ盾して一旦しのぐことはできたがちょこちょこ削られていき、まあ、ここ盾してるけどね、すでに補正が溜まってるから多分盾補正適用されてないんですよね。そしてズゴック好きで吹っ飛ばされ結構なダメージ。さて相方より早めに減りすぎてしまったのでこれは先落ちの構えですかね。ガトリング当たりそうで当たらず、ここは一旦相方ダブルゼータと対マンさせないようちょっと高コスト見て横角と差し込んで、さあ N 角刀です。めった切りからのグインからの叩きつけ、そして 180mm キャノンであがいてみせるがここはザクマシンガンで落ちてしまうと、ペイルライダーやっぱ強化機体ってところもあってこういう爆弾戦法そんなに強くないのが良くないとこっすね。相方が覚醒を吐いて延命してくれて、こちらブルパップマシンガンでザクを落としてから2人でフルアーマーダブルゼータに行く。そしてシャーザクが強化しているが、まあ、G セルフパーフェクトパック強すぎるので、まあ、そこら辺大丈夫だろうということで上に逃げます。なんか 180mm が当たってるがさらに上に逃げまくって特殊格闘の移動も使いつつでなんとか最終的に相方の援護もあってダメージ受けずに、まあ、しっかりと高飛びができた。えらい。多分これ俺がやられたら怒ってるんだろうなと思ってたら相方がフルアーマーダブルゼータ落としてくれた。高飛びはなあまりにもクソな要素ではあるけど低コストとしてね、まあ、今のは爆弾ではあったんですけど少しでも時間稼いでダメージ食らわないようにできるのであれば誰だってやるよな。できるのが悪い。はい、それではラストの対戦見ていきましょう。ノーベル見てない側がライジング見てサブ射撃打たせないようにみたいなそんな感じで立ち回ってますね。しっかりと 90mm っていうか、まあ、ブルパップマシンガンを撒き散らかしつつ N 特射あまり銃口が良くない感じなのかな。もう少ししっかりと軸を合わせてそっから誘導を生かしてやるみたいなそんな打ち方のがいいんですかね。ちょっと本当によく分かんなかった武装です。悲しい。さあバーサーカーノーベルが近づいてきてやっぱり横特写は分かりやすい。ノーベルガンダム1機目落として2機目が割と近くにリスポーンしたので一旦距離を取りたいがミサイル再び当たってメインで固めてから横角後ろ馳せ 180mm は C 角で抜けられ当たらずフラフープ当てられフィンガー打ち上げられてもう一発。しかし相方救援間に合ってさあ覚醒そしてハデスが溜まってきて、まあ、ハデスは特に発動してるのか。さあジャイアントガトリングからハイパービームライフル空間戦仕様もかっこいいですね。後ろのなんだろうプロペラントタンクなのかなと思ったらウルフ隊長の誤射からノーベルのコンボギリギリ落ちきれなかったのでこれを大切にしていきたい。さあ遠距離でライジングがサブを溜めてるのでちゃんと、まあ、着地ずらしつつ、まあ、射撃当てつつというか垂れ流しつつといったところでノーベルが接近してきてジャイアントガトリングで迎撃。相方もライジングを落としてくれてさあハデスを発動して、まあ、なんとかこの根性補正マシマシのまま格闘とか当てていきたいが再び誤射をもらってしまって、まあ、これは一定仕方ない。さあ多少コストオーバーで体力低くなりつつちょっとだけノーベル見たんですが、まあ、ここは普通にライジングそのままで良かったような気がします。さあノーベルが接近してきてタイマンだけはやりたくない。ハイパービームライフル当ててそのままライジングにハデスで突っ込むがなぎなた突っ込まれたと思ったら相方が照射ビームで助けてくれたダブルバレットのサブかな。はい、というわけで以上が黒部のペイルライダーでした。ハデスの前角とかねブー角とかも見せたかったんだけどどうしても使う機会がね追撃 N 格闘にしがちなんだよな。まあかっこいいしダメージも高いしねあれ。まあまだこのゲームアップデートもうちょい先だと思うしまたなんかかっこいい動きができる格闘を持ってる機体を探しますか。はい、じゃあ今日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長田にもご期待ください。